将棋の藤井聡太五冠が王将戦七番勝負の第6局で挑戦者の羽生善治九段を破り、これで4勝2敗として初防衛しました。藤井五冠は今年度保持する5つのタイトルをすべて防衛し、現在棋王戦で6冠に挑んでいます。一方、羽生九段は通算タイトル100期の偉業達成はなりませんでした。